はい、こんにちは。じゃあ、6問いきます。第六問6ね。第六問6はね、いつも、えー、小問語高構成で結構長いので、頑張っていきたいんだけど、ほとんど三角関数の話です。三角比だね。三角比に関するお話になります。はい、そしたら、カッコ1番からいきますが、えー、コサインゼ0度、コサイン9 0度、コサイン8 0度の値の代償関係って言ってますから、もうそれぞれ求めちゃいましょう。求めたら早いですね。なんで、1個ずつ求めていきますが、あ、シートじゃねえ。コサインゼ0度は、何部ですか わかりますかこれ一応考えてくださいね。書いておきますね。で、コサイン90度いかがですかコサイン1 0十度いかがですかと考えてみますね。はい。で、これはね、もう正直覚えててほしいです。こんら覚えてた方が絶対得です。なので、覚えてる人はもうパパパッと出てほしいんだけど、えー、単位円をしてる人はね、単位円で考えてるんですね。単位円。単位円上でコサインっていうのは、えー、XZF で与えられますから、 三円とか言いながらね、y 軸を書かないのはちょっとまずいね。はい、ですので、ゼロ度ってここやね。九十度でここやね。百八十度でここやね。で、この各点の。x 座標を見ればいいんですよ。なんで。コサインゼロ度の x 座標って一ですね。一。で、コサイン九十度の。x 座標ゼロですで。コサイン百八十度の。x 座標はマイナス一です。なので、まあ、こうね。こうですね。 はい、ですので、まあ、関係から言うと、まあ、こう並べればいいんですけどもいいですかだからこういうことだよね。53180より90より大きくてこれね。はいこれはどこにありますかって言ったら4番ですね。はい4番ですので4番答えと。いいですかはい0と90で180でねこれ覚えておかないんだちょっと結構やばいですよ。ぜひ覚えててくださいね。はい。たら2番ですね。 番まあ、これはあのサインが与えられてコサインを求めるっていうね典型的な問題なんですけどこれはねほとんどやることは一緒なんですけどちょっとだけね注意すべきことがあって今ね A がねこれ読みますかって感じ鈍角ね鈍角鈍角って言ってますから鈍角ってどういうことかっていうと、まあ、9 0度大きいですよとそうですね要するに細くないよと細くない角ですよって言ってますからこれ注意しててくださいで今コサインの値求めてくるねコサインの値ねコサインの値を求める、ねね、求めんだけど コサインの値の政府をちょっと考えとしい。プラスかマイナスかっていうのを考えてほしくて、今ね、角度が90度から180度の間にあるときに、コサイン A っていうのは、実は負になります。これ何だかっていうと、まあ、単位円考えてくれても分かるんだけど、ね、90度から180度のときってここら辺だね、角が。これのときは、どう頑張っても、ね、コサイン。つまり、X 対比っていうのは負になりますから、コサインの値が負になるよってことを、ね、分かって,てほしいんですね。で、今、重要な関係式ね、 サイン足すサインの二乗足すコサインの2乗っていうのは足して1になるというのはまあこれはかなり有名な試験でぜひ覚えてほしいんですけどこれを使ってコサインを求めに行くんですねなぜかというと今サインの値が分かっているかあとは代入してコサインの形にといてくれんけどもこれ式変形しましょう式変形するとコサイン2乗 A っていうのは1引くサイン2乗 A だとこうなりますね あとは、2乗だからルートを取ればいいですね。ルートを取れば答え出るんだけども、コサイン a っていうのは、普通にルートを取ると、プラスマイナスの1引く、サイン2乗へとこうなりますね。はい。ね。プラスマイナスの2種類出てきます。でもこれおかしいですよね。今、コサインは負ですよって言ってますから、このプラスっておかしいです。ですので、ここはね、実はマイナスだけが残るんですね。これに注意ですね。なぜかというと、ここからです。はい。 で、ここで、ここで行ってくると、あとは、与えられた sin a が、3分の5っていう条件を使って代入していくんですけど、sin a が3分、んえー、っと、3分のルート5ですか ?2 乗すると、9分の5ですね。はい、あとはゴリゴリ計算していくと、えー、ルートの中が4分の9になりますから、答えは、マイナス3分の2と、こうなりますね。ですから、 これ、注意してたけど、e がマイナスね。e がマイナスで、u が2で、a が三やね。っていう感じになります。はい。いいですかね。じゃあ次行きましょう。次は、えー、カッコさんね。カッコさんはいつも、予言定理が出るんですね。答え言っちゃいましたね。予言定理です。カッコさんは予言定理。これもう覚えておきましょうね。何も考えずに予言定理ですよ。予言定理。はい。で、今まあちょっと、関数、三角形書いておくと、軽くね。 あもう見たら分かんないけど CB45 で6と。でここが角 A だと。ね、で予言的じゃなけど今コサイン a の値が C 対と言ってますねここ。つまりこのコサインの値が C 対と、ね。角度 A に対してコサインの値が C 対と言ってます。で辺の長さは全部分かってるんですね。 はい、で辺の長さとまあもうねコサイン a を置き換えてる時点でこれはもう予言定理ですね制限定理じゃないですよ制限定理はサインなのでねコサイン n を置き換えてる時点でも余予言定理だなっていうのすごい思いついてほしくて余弦定理いつも使ってる予言定理の形を書きましょうね。っていうのはどういう形かっていうと、まあ、あの対応する角、まあ、に対してそれに向かい合ってる辺との関係式に書くのでこんな式いつも使いますよねこれあえてこれ書いておきますが bc の二乗っていうのは辺の二乗辺の二乗っも出して。 辺の二乗を足す辺の二乗してマイナスの2倍の辺の長さ2つと間のコサインとこういう式いつも書いてましたよねこれを利用します。はいでこれですねサインあコサイン a っていうコサイン a イコールの発にしたいのでこれをね左辺に移行して bc を右辺に移行して、まあ、解いてあげるともう、まあ、ちょっとこれ自分でやってみてくださいね。 えー、A イコールの形にこの式変形すするこことできます、ね、これ移行して移行してふにゃふにゃするとね。で具体的にどんな感じなのかっていうと AB2 乗足す AC2 乗引く BC2 乗割る 2ABAC とはいここまでいきますね。まあ、この式を公式として暗記するっていう手もありますね。 はい。あとこれね、ほんと代入するだけですね。この式さえ覚えとけば、今、AB が6で、BC が4で、AC が5って出てますから、これ代入するだけなんですけれども、え、これ代入してあげると、AB が6の2乗、足す AC が5の2乗、引く4の2乗、く2倍の6、5と。ですから、え、分母が60で、分子が、何だこれ C って。 自分で書いてておもろいな。はい、二乗ですね。はい、なんで、えー、6の二乗足す5の二乗、を引く4の二乗だから、うんと四45かな ?45。はい。なんで15で約分できて、4分の3かなってな感じでます。はい。いいですかなので、えー、王が3でカーが4ということですね。はい。OK ですかでは次、えー、第4。第4もじゃねえや。カット4。で、 カッコ4は、これあれね、予言定理できたら、次は、ね、さっきも言いましたが、正弦定理ですね。正弦定理使いましょう。はい、与えた三角形の図を書くと、こっちは尖ったやつね、ピーンってね、ピーンって、はい。汚ねえな、ね。あ、図を書くときはね、あのー、まあ、問題に図が書いてあるときはね、それでいいんですけど、あのー、 別に綺麗に書かなくていい時は綺麗に書かなくていいんですよ図はねっ、まあ、それ綺麗に書いた方綺麗に書ける人はそれは偉いですけどねあの別にだから前も言ったけどいらない情報を書かなくていいんですよなんで必要な情報だけ書ければよくてこの問題なんかはどこに辺があってどこに角度があるのかってその場所さえ分かればいいので実はそんな綺麗に書く必要ないとかいうことがあったりしますね、まあ、そういうあのどんな風に図を書くのかっていうのは受験のテクニックでもあるので皆さん自分に慣れていってほしいなと思いますね はい問題は今 AC、A、の長さが知りたいと。で角 A と角 B は分かっていて BC の長さも分かっている状況ですね。でこれはですねこれね辺と角度のペアですね。今135度に対してそれに向かう辺の長さ AC、A、が知りたいと。さらに角30度に対してそれに対応する辺の長さ BC の長さ分かっているというふうに角度辺角度辺っていうことで向かい合うペアを考えます。でそれを引い取ると等しいですよって言ってるのが 制限定理して、まあ、具体的にどんな式で書くと、かっていうと、AC ですね。今求めた AC 割るサイン B です。つまり、向かい合う角のサイン、イコール、今 BC を、BC がかってか BC にして、BC の向かい合う角のサイン。こういう動式のやつって言ってるのが制限定理です。覚えておいてくださいね。辺割る向かい合うサイン。 イコール辺割る向かい合うサイン。そうりこうペアペアで考えるわけですね。これちょっと式に変形すると、まあ AC5 の形にしましょう。AC5 の形にすると、BC 割るサイン A のサイン B ですから、はい、代入します。今 BC が5で、A が30ですから、サイン30度。で、B が135度だから、こうですね。はい、こうですね。ただ、これ計算するんですけど、 はいサイン30度かかりますササイン30度サインン度って言ったら円書いて30度っていったらね大体二分の1です1 2分の12分の1だなさらにサイン135度これも考えてほしいですね135度どこかに引くかっていうと結構でっかくいきますねえー、135度っていうのはグイッといってここですねグイッといきますからこれの高さを見て、えー、ルート2分の1ですルート2分の1とここになりますかねはい これね、えっ、ー、と、二分の1で割るってことは2倍するってことですから、ここ10ですね、10。10ルート2で割りますから、5ルート2と出ますね。まあ自分で計算方法いろいろあると思いますからね。はい。えー、で、答えが、キークーだと。いうことですね。はい。じゃあ、次、ラスト。ラストいきますよ。ラストは、本当に最後の最後ね。ダイモン6の最後。が、これね、結構ね、僕これ驚きなんですけど、 今回のこの24年度第1回の第6問はかなり珍しい問題が出ていて、この括弧5番ですね、これね、過去5年でね、あの、この表面積を聞く問題っていうのはね、これしか出ていません。ですので、これね、まあ、 まあ言ってしまうと、できなくても喋らないってね。喋らないですね。これできなくても喋方ないです。だって今まで過去問に出てないんだもんね。できなくてもしゃらないですが、えー、知っとくと得かもしれませんね。大して暗記することはないですね。今問題は、まあピンポン玉の話なんですけど、半径2ですと。で、表面積はって聞かれてる。それだけはね。半径2の球の表面積はって言ったら、これね、知ってる人は知ってる。公式がありますね。覚えておきましょう。まとめますよ。半径が、R の Q の 表面まあどうなってるかっていうとえーまあ9ね9とか円とかはね π っていうのが絡むんですけど実は 4πr2 乗とこう書きます OK これを覚えましょう半径 r の9の表面積は 4πr2 乗 4πr2 乗 4πr2 乗,乗と覚えてくきましねで今回簡単ですよこれ代入するだけですからね 4π 今 r が2だから2の2乗と。 ととということは2の2乗だからと言われます、ねはい、つまりだから球根表面積の公式つまり 4πR2 乗ってさ覚えとけばこれはすぐ出てきますで、えー、もちろんですね傾向 π 平方センチメートルあ、平方かで、パイはもう π はもう、えー、回答欄に書いてありますから π 書かなくていいからこう傾向となるわけなんですけど。 だそのパイとかに気にせずそうですね 4πr2 乗っていうふうに半径の2乗をかけて4倍するんだってことを忘れてね言ってくれたらこの問題はね間違いなく取れる問題だと思うので、えー、ぜひ頑張ってください、えー、まあ大体ねいつもあのー「かっこ万」っていうのは掃除比に関する問題が出たいっていうことが多いのであのどっちかというとこんなことにねこだわるよりは掃除比の問題をしっかりしておくってことの方が確率としては、えー、賢い勉強法になるのかなと思いますねはいまあ知ったことに越したことはないので皆さんぜひ頑張ってくださいじゃあ これで第5個もありましたかお疲れ様でした